ゴルフは何が楽しい？まあ俺は何だろう、まあ、でも何だろうな、でもまず自然の中に来ることが楽しいんちゃう、うん、っていうのとなんか、うん、まあ芝の上歩くもそうだし、まあプロって考えるとやっぱり自分の思った通りに打てるとか、ね、試合で勝ったとか、あとは同じ場面がやっぱりなかなかないじゃないですか。同じコース回ってても同じシチュエーションとか同じロケーションとか、まあ試合に行ってもそのまあね、初めてのことばっかりが起こるんで、はれ完璧ですね。ありがとうございます。完璧でした。赤面上がってるな。ちょっとオレンジがそうさせてるんかもしれない。ちょっとそれ出して、あ、どうぞどうぞ。でも俺があったら絶対あかんねやな。わかんねえ。いい球出た。いいんじゃないですか。クラブか。ん？俺の予想っすけど、多分シラ動画見てくれてる人は多分わかると思うんですけど、キャロウェイ、ユウちゃん打てない説。なんでかというと、意外と芯食ったら球上がらへんの俺。あ、そうなんですか。あの多分アッパー度合いがちょっと多分か、多分ハンドファーストが強いんかな、はい、だからこう芯に当たれば当たるほど今みたいにドロップしてるんで、うん、あれ1500回転ぐらい。そうですね、ちょっとスピン量足りてなかったですもんね。そうだからこれ4スポーツのドライバーだけど、はい、これ10.5やけど俺リアロフトこれ11やから、11.5 とかやったから、だからハイロフトじゃないと打たれへん。まあでもそういう選手もプロの中にも多いですよね、うんうん、なんていうんですか、ロフトの少ないクラブを使ってる人っていうのは最近減ってきましたね。やっぱ滑るんで球離れが早いから、ドライバーの場合だからある程度ロフトがないと球が滑っちゃうんですよ ね。 そうですね。それとあと雨の日とかちょっとこう水気が入ると余計に溜まって滑っていくん でその滑らんとこうと思って捕まえる動きを入れると他のパター除いた12本に全て影響出てくるんで、多分4年前か3年前の QT と一緒に回ってるんですよ、はい、でまあその前から名前とかしててうまいなっていう話したんですけど、その時ドライバーむちゃくちゃ下手やったんですよ、まあ、僕にもなんですけど。ドライバーだからずっとドライバー入れずに3番ウッドで多分試合とか行ってたんですけど、そうですね、もうまあ球でも飛ぶから、はい、克服したね。克服しましたね。まあドライバー振れるホールとかこうロケーションとかで気持ち悪くないホールは積極的に振っていくっていうのもそうですし、うん、あとまあ、このエピックフラッシュもそうなんですけど、ドライバーはめちゃくちゃ変えました。10本15本。変えすぎやろ。はい、まあやっといいの出会ったって感じ。そうです、だから同じエピックでもこれも10個ぐらい売ってますし。変えすぎ。そうだからリアルが 9.7 のやつもあれば、あその10度のやつも売ったりとか、あとヘッド重量がちょっとまあなんていうんですか、ヘッド重量って先のロフトと一緒で、まあね、クラブによってね違うんで、うん、だからあと 3g 重たいヘッド探したり、うん、打ってみたりとか、まあ、だからそんなこと、こんな選手が、まあ多分こんな選手だけど、こういう人がおるからよくあのドライバーが、エースが壊れて不振に陥る選手とかが出てくるわけで、そうです、同じスペック、同じヘッドで作っても、うん、違う感じになるんで、もう全然違いますね。いや、まあ、もうちょっと置いときました。悪くないですけど、やっぱ打感がイオンの方が全然いいんですよ。石垣島で打ったんですけど、なんかやっぱり打感違うんですよね。ナイスナイスです。こっからが残り140で打ち上げ入れて、なんで9番でいきます。これもちょっとつま先上がりにゆうちゃんと一緒、ちょっと右から捕まえてのイメージで、うまいね、完璧だこれ。カモン。ありがとうございます。しょうがない。しょうがない。ちょっと逆目チックでしたね。カモン。いいか。ありがとうございます。さすがですね。
ぐらいですか。ナイスイーグル。ありがとうございます。仕上がってきましたね。ありがとうございます。バリゴルも出るちゃいますよ。バリゴル史上最小ストローク。ハーフ。ね。ナイス。ピー。ピーで、はい。ああ、カワイル遠い。でもビットウィンの距離だろ。ビットウィンの距離です。ビットウィンの距離なんですけど、あ、ビットウィンっていうのは中途半端って意味ですね。そうです。間っていう意味ですね。ビットウィンやけど。やっぱ好きなの。そうなんですよ。僕結構まあちょっと練習方法、まあ、具体的に話すとちょっと長くなるんですけど、まあ、そちらはまたあの練習場で見てください。結構ね特殊な練習スタイルなんですよね、独自の。でまあそういうのをしてる中でこうビットウィンの距離って結構練習することが多くて、うんうんうん、まあ、いわゆるよく聞く言葉で言ったらライン出しみたいな、うんうん、の距離を結構練習するんで、まあはい、フルショットはまあほとんどね、そのアイアンではほとんどしないですね、うん、もう今の板前やったもんね、はい、極上のストレートドローやったもんね。あれ伝わらへんからな、見てる方には。ニアピンお待ちです。参りました。やっぱ縦の距離大事やな。縦の距離大事です、うん、まあ、でも何さっき入れます。ちょっとラインは難しい。ラインは俺らがむずいな、ちょっとな。ナイスパット。ありがとうございます。はい。難しい。今のラインはちょっと難しかった。難しいラインの 1.5 メートルとかよりも簡単な上りのラインで3メートルとかの方が入れやすかったりとかするんで、あんまりこう近いから入って当然やろうっていう目で結構テレビとかを見ちゃうとちょっと違うかもしれないですよね。カワは2年前ぐらいに回った時に手首怪我してたんですよ、うん、なんかずっと全然なんかゴルフできてなかったっていうかね。そう、1年ぐらいは試合一切出ず、うんうん、でもお休みしてましたね。その時でも辛かったよね、試合、まあ、ゴルフもできへん、試合も行かれへんし、ね、あ、まあそうですね、結構いろいろまあやめようかなと思った時もありましたし。その時は何してたんじゃ。その時はまあ他の仕事をしたり他の仕事をしてたらしい。、はい、あ、そうな、はい、結構異色やね。じゃあそうですね、いろんな、ずっとゴルフしてるわけじゃないんよね。ずっとゴルフしてるわけじゃなく、その怪我した時に他の仕事してた。はい、できた。で、じゃあそっから手首治って今年去年ファイナル行っての復活劇。そうですね、はあ、で、まあそのために、そのために言ってたおかしいですけど、もともと僕60、この身長で60キロぐらいしかなかったんですけど。ああ、そうやね。1年間で大体22キロぐらいウェイトアップさせて、1年間で 22? はい、飯食って、はい、飯食ってプロテイン行ってトレーニングして、いや、約そうですね、20キロか20キロちょっとぐらい。それは怪我の時期に。そうです。すごい。その1年間でもパンプアップして、はい、体作って、そうです、距離も飛ぶようになって、はい、で、QT で復活してきたと。はい、リラインキング全部入れて、もう出たのが148ですかね。148ってことは、だいたいアメバは出れる。アメバは出れます。出れるね、はい、じゃあ、カワはアメバ見とけば、カワが出てくるって話よね。そうですね。カワ選手、5アンダーです。ユウちゃん、1アンダーです。多分ね、普通パープレーかな、わからないけど、勝つためには、これを入れるしかないです。起死回生のダンクシュート。
ましょう。僕今使っているのがオデッセイのこのこんな感じの赤色のパターですね。これ長さ34インチで使ってるんですけど、それにでもそれいいよね。それなんかいいですよ、ね、これ変えたきっかけか聞こう。聞いてください。聞いて、なんで変えた、これに。ファイナルの時に一緒に回ってる人間が、うんうん、これ使ってたんですよ。全く同じの。はい。めちゃくちゃ入ってて真似しただけ。何やねんそれ。そんなもんですよね。でも結局あの人使ってるから俺もいけるんじゃないと思ってハマったタイプ。それまで僕スパイダー使ってたんで、去年ミニスパイダーやったっけ。ミニスパイダーの中弱使った。ああそうやんね。はい、それでもハマったね。はい、じゃあそれ入るんかな。俺もこれは入りますよ。おすすめ。おすすめです。まあ打感がちょっと特殊なんで、これになれるかなれへんかっていうところはあると思うんですけど。スパイダーと何が違う感じなの。まあ一緒やん、マレットやから結局は。そう、マレットなんで一緒なんですけど、ちょっとやっぱりなんていうんですか、転がりも弾きもちょっと違いますよね。こっちの方が柔らかいの。はい、柔らかいの。柔らかいです、スパイダーより。はい、早いっすね。ちょっと強かったかな。もうシックスアンダー。ありがとうございます。シックスアンダー出ました。バリゴリ史上 最初ストローク。ゲインアップ。参りました。ありがとうございました。惨敗。すごいな、シックスアンダー。まあまあサクッとかって感じですよね。うん、まあちょっとこういうゴルフ見せられたらやっぱりちょっと本コース行ってみたくなりますよね。どうですか皆さん、本コース見たいと思った方はいいねボタンお願いします。ぜひよろしくね。お疲れさん、ありがとう。ありがとうございます。